してるんですねいたずらっぽい笑みを浮かべるひたちさん思わず俺は息を呑むその顔が不意にふっと緩やかな笑顔に変わる <laughs> 殿方とこうして並ぶなんてまるで漫画みたい殿方 <laughs> <laughs> ちょっと忍者っぽさ出してきた <laughs>。そのくせ漫画とか現代人っぽいこと言い出したし。え、ホーリーに漫画なんてあんのまさか私がこんな風に過ごすなんて思っていませんでした。あ、マコ意外とロマンチストというか少女漫画見てキュンキュンときめき系なのかなどうしてピタチさんは可愛いし、今までにそういう経験があっても不思議はないのに。か、可愛い,いだなんて。 そんなご機嫌取りはしなくていいです。その、急に余裕ない感じ、エロいな。<laughs> もう今までずっと、ちょっとエッチなお姉さん的なポジションだったのに、急に子供っぽいところ見せてくるもんな。言いながら、ごまかすように。ひたちさんは自分の愛をもう一口、なんか気まずさの干渉剤に使われてる愛をかわいそうになってきた。こ <laughs> い <laughs> つだって家族がいて、日曜日のサザエさん見て、のんびりおうち時間を楽しんでいたはずなのに。<laughs> こんな人間どもの、イチャイチャする時のおやつ代わりにされてるもんな。<laughs> 別にご機嫌取りではなかったんだけどな。それに、私は子供の頃から訓練を受けていましたから。あ、ちょっと暗い話になりそうだね <laughs>。 周りの子たちみたいな感じで、公園で友達と遊んだりとか、人並みの恋愛とかができなかった口なのかなそれって、忍者のはい、それと、吉野様にお使いをしていますから、同年代の殿方とは関わりがなくて、伝太郎とか呼んでもないのに来そうだけどね。<laughs> もうお前いいよっていうぐらいまで構ってきそうなんだけど。こんな風に殿方と二人っきりだなんて、アリチさんが初めてなんですよあ、もちろん父は除きますが。もう最後の言葉で、一気にマコが男慣れしてないの分かったわ。<laughs> そういう話は、父親抜きが前提みたいなもんだからな、マコ。なんか、ちょっと意外です。今だってて心臓がドキドキキしてるんですよちょっと意外ですね。<laughs> <laughs> とても初めて、その方と、愛を一緒に食ってる女の子とは思えないぐらい余裕シャクシャクじゃん。余裕シャクシャクって感じだけどな。さっきの愛を食べて、俺をドキドキさせた手法だって、そんな俺の姿勢に気づいたのか、ひたちさんが、はにかむように笑う。あれはですね、少女漫画にあったシチュエーションです。あ、やっぱだいぶロマンチストだね。<laughs> <laughs> なるほど。教科書が少女漫画ってなると、そりゃ男をドキドキさせるテク 知り尽くしてるはずだわ。恋愛経験なんてありません。知ってるのは少女漫画の中だけ、別の誰かの恋だけですよ。え、すごい切ないこと言う。<laughs> マコに本当の恋というものをさせてあげたくなっちゃうな。私より、アリチさんの方こそどうなんですおい、同点にそんなキラパス出すな。ふあゆが気まずさの干渉剤としてまた疲れるだろうが。俺都会は異性交友も盛んですよね。その田舎者発言やめて。<laughs> そんな偏見あってたまるか。そういうのは都会とか田舎とか関係なく人によるでしょ少なくとも俺は男友達ばっかりで女の子と仲良くなったことはないかな。大体いい女の子に慣れてないからこうしてひたすさんに来てもらってるんだ。確かに <laughs>。こんなに悲しい信を 性のああるるセリフあるだろうか <laughs> むしろ田舎の方が暇つぶしの方法がないから、エロばっかりだって聞いたことがあるけどな <laughs>。それは俺も聞いたことがある <laughs>。田舎こそ娯楽がないからセックスばっかして、子くさんの家族が多いみたいな。ちなみにアリチさんは、ここと都会だったら、やっぱり都会の方がいいですかあ、ちょっと、このホーリに来てからしばらく経った主人公に、いい質問してくれたね、マコは <laughs>。それを委ねられると <laughs>。 完全俺の個人的な意見を言わせてもらうと、都会なってものはクソだと思ってるから。<laughs> どうだろう選ばせてもらいましょうか。うーん、どうかな向こうにいたら、トマタクさんやひたすさんみたいな女の子と出会うことすらなかったから。なんでこんな急に口説き始める <laughs> 別に俺、口説いてほしくて、どうかなって選択肢を選んだわけじゃないんだけど。<laughs> あくまで田舎、なんならホーリーが大好きだから、都会を選ばなかっただけなんだけど。そういう意味では、こっちの方がいいかな。風純な動機ですね。 やーらしいー。あ、マコのやらしい毎日ログインボーナスが達成された。<laughs> そういえば今日なかった気がするな。どっちかって言うとやらしいのマコだったしな。<laughs> 不純かなむしろ男としては健全じゃないいやだからその男として健全なものが女の子からしたらやらしいってこと言ってんだよ、マコは。<laughs> うそう開き直られるとうなずくしかありませんが。レナが出てこねえ。<laughs> 全然レナが出てきてくれないんだけど。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ